くいい感じに仕上がってきたな。んじゃ試しにアレンジ入れてみっか。まあ、いきなりは対応できないだろうが。3人ともすぐに対応しやがった。アレンジ入れるとかやってくれるじゃん。でも私たちならいけるよね、小羽。うん。見くびりすぎてたか。やるじゃん、みんな。って感じで、アキトがいきなりアレンジ入れてきてさ、そういうことやるなら先に言ってほしいよね。練習なんだからいいだろ。それにお前らだって対応できてたじゃねえか。みんな最初の頃に比べたらチームワークがだいぶ深まってきたよね。ん？前よりも4人が仲良しになったってこと？仲がいいのはそうだが、それだけじゃないような気がするな。じゃあどうしてチームワークが良くなったの？それはきっとそれぞれが試練を乗り越えて一歩ずつ成長してきたからじゃないかな。一歩ずつ成長か。うん、4人で初めて出たイベントで小羽の相棒としてこれからもずっと歌ってたいって思えたな。俺はクラシックの型にとらわれているんじゃないかと悩んだが、みんなのおかげで自分の道を進めばいいと生きることができた。力をつけて成長するのはもちろんだが、もっと上に行くためには一人で突っ走るだけじゃなく周りのやつに頼ることも大事だって気づけたな。私もこの前のイベントでやっとみんなと並んで歌えるような自信がついてきたと思う。そうだね、4人がチームとして力を合わせて苦しくても戦ってきたから今の私たちがあるんだね。ん？いいチームだね、ビビットバーストスクワット。だがまだまだラッドウィークエンドには届かねえ。まだ気を引き締めて練習やってくぞ。